明けましておめでとうございます。新年、最初の動画を1本撮らさせていただきます。よろしくお願いします。実はですね、また嬉しいニュースが、大晦日にありました。創価大学卒業の元創価学会員であった方とご縁をいただいたんですが、この方がなんとすぐに、創価学会の、攻撃というかね、真実を語る YouTuber として有名なサルサ岩渕さんという方に私のことを接続してくださいました。まずは大変にありがとうございます。多分、早々にこの岩渕さんと、そしてその接続してくれた元創価大学の卒業生の方と何らかの形でコミュニケーションをスタートする予定でございます。まずはこの岩渕さんがどんな人か、ちょっとご紹介していたさせていただこうと思いますが、もうこの最近ではですね、あの有名な永井秀和さんの独占インタビューの YouTube を上げており、多分、皆さん動画を見てくださってるんじゃないかと思います。後ほど概要欄に一応代表的なのを一つ、上げておきますので、どうかご覧になってください。でこの方は、ブログもやっておりますので、最新ブログを一つちょっと皆様に、紹介させていただきます。よろしくお願いします。世田谷区議選立候補予定者、サルサ岩渕さんのブログ、創価学会が選挙期間中の候補者永井秀和氏を提訴、永井氏は徹底的に、反訴の構えということです。こんにちは、サルサ岩渕です。私も応援に入らせてもらっている西東京市議選に出馬中の永井秀和氏が選挙戦真っ只中の最中に創価学会から提訴されました。永井秀和氏は12月21日付2面の政教新聞の記事の提訴の申し立てという法的に不明確な記載で刑事告訴されて捜査対象されているような誤認印象を狙うのは悪質な報道として、逆に創価学会を名誉毀損で提訴する構えです。西東京市議選候補者が、虚偽の演説名誉毀損で提訴、ね、ということで、これは政教新聞に載っているということだそうです。事の発端となったのは、永井秀和氏が街頭演説で、東村山女性市議転落死事件に言及したことでした。記事では他殺を疑わせる証拠がないなどと書いていますが、捜査終了後他殺の証拠となる皮下出血の跡が記載された司法解剖鑑定書が遺族のもとへ渡っており、当時他殺を疑わせる証拠があったにもかかわらず、検察警察がその他殺の疑いのある証拠を握りつぶして捜査を無理やり自殺として終結させていたことが判明しています。やばいね、こんなの。しかも捜査を担当していた検事はまさに利害関係者である創価学会の信者だったのです。どっちがデマなのか。本日東村山女性市議転落死事件に関して永井氏へ行ったインタビューを公開します。ぜひ以下をご覧ください。でこの動画は私もこの URL 概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひですね、まだご覧になってない方は見てください。よろしくお願いします。で、
永井秀和氏インタビュー第3回東村山女性市議転落死で一気に吹き出した創価学会疑惑身の毛もよだつ事件の真相とは、創価学会と暴力団の関係性を徹底検証、事件担当検事が創価学会員という見出しです。すごいなぁ、うん。で、この、YouTube 動画なんですけど、視聴回数も、それから登録者数も、もう僕からしてみたら夢のような数字のチャンネルです。だから、もう僕がご紹介するなんてもうおこがましいんですけれども、それでももしかするとまだご覧になってない方いるかと思いますので、ぜひこのサルサさんの、サルサ岩渕さんの YouTube 動画を皆様にご紹介させてください。どうかよろしくお願いいたします。ね。で、一人でも多くの人が本当の真実、ね、創価学会の闇、公明党の腐敗、こういったことをしっかり理解なされて、そしてその何か、ね、行動に移せとかってしなくてもいいんです。とにかく真実を知って、その想念、ここ想念ね、思考ね、ここが本当に創価学会はダメなんだ、いけないんだっていう、その想念だけ発するだけで、もうこれだけでもすごいパワーなんです。ね、昔に100匹目の猿現象っていうのを私は何度も挙げてるんですけれども、この想念が膨らめば膨らむほどこれが一気にドカーンって、うん、現象化させていくすごいパワーを生むんです。で、1月15日だったかな、今度創価学会の前、公明党の前で大きなデモもやるっていう話もありますし、本当にね今加速しております。だから何だろう、この今年が一つの節目になります。創価学会が潰れる、解体される、うん、でそのもう何て言うかね、風がもう来てるんです。ブワーってね、その追い風が。だからぜひ皆さん希望を持っていただいて、全く何の心配もございません。どうかこのサルサ岩渕さんの YouTube 動画、ぜひぜひ皆さんご縁をなさってください。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。